ございますこんにちはこんばんはムスク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 さんまでございますムスク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 ムスお疲れ様です山でございますムスクムスちょっと待ってよムスクムス余白の時間で散々いじってやつよ今楽しくんな公開収録やっている時は余白という雑多の時間があるのでぜひ遊びに来てね公開収録ムスク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  ンタビー通信第60回でございますー <laughs> <laughs> この番組はゲーム実況チャンネル編集したら○○が旅立った。 ウェバヤマとタクマが日常的な話からゲーム実況のウェバマで食べたいことを喋りまくる番組でございます配信サイトはアンカー Google ポッドキャスト Apple ッドキャスト t Spotify で配信されてムスクのでお好みのサイトアプリムスクでお楽しみくださいまたヘンタビ通信は毎週水曜22時半から YouTube ヘンタビチャンネルで公開収録を行っておりムスクのでお時間合う方はぜひ遊びに来てくださいねムスクムスク何が悪いんだよムスクムスクリアマ 違うフェザーたちで <laughs> それはそれでじゃない <laughs> <laughs>、えー。えまあまあまあ僕もさっきも言ったんだけどね公開収録、うん、毎週水曜22時半からやってて、はい、でその配信自体公開収録の配信自体は毎回ね非公開にしてるんで、うん、この配信に遊びに来てくれてる方だけが聞ける、えー、雑談みたいなのもあるので、うん、ぜひ。うん 好きだなとかおもろいなって思った方はお時間あえば遊びに来ていただければと思いますはい。今回は非常に私がいじられてましたね、えー、<分>そうですね。そんな時間がねだいたい前後30分ずつぐらいあるあるからねぜひそのこの編集版を聞いてくださっている皆さんもね、うん、その前後で何を話しているのかねな,なんでムスクムスク言い始めたのか <laughs> ね気になるとかねあると思うんで、えー、ぜひ遊びに来ていただければなとは思いますはいで今回なんですけど、うん、珍しくちょっとコンテンツを決めてきたんですよ話す内容というか 2>, う2人で 2> たたいねついに60回してようやくそんなものをね用意してきたね、うん、企画っていう感じだよね、うん、ラジオの企画を持ってきたんですよはいで前回前回じゃねえもうむちゃくちゃ前に一回ね えっとリ林堂の話が出た時になんだっけあれ星のやつ占いのやつそう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 いうのを見てお互いがこうだねあだねみたいなうわ当たってる怖い、うん、みたいな話をしたんですよ、うん、最近なんかそのブームがぶり返してる系のやつがあって、はい、それが シックスティーンパーソナリティーズっていう、あの、個人、個人じゃない、間違えた、間違えっ、ー、と、性格診断をやるのが最近流行ってるらしくて、流行り返した。はいはい、まあ、タピオカみたいなもんよね。うん、またブーブーになってるっていうので、うん、SNS で、なんか、盛り上がってるらしいので、はいはい、お互いのやつやってみようと。うん、話は二人で聞、なんか決めてって一緒に同時にやってるんだけど、 山さんは俺のタクマのタクマは山さんのやつを入力してってお互いの性格が見えてる状態、うん、になっていましてそれをちょっと紐解いていこうというところで、はいはい、まあ気になる方は無料でできるんでね 16, 16パーソナリティーズで調べてみるとその性格診断みたいなのがもうすごい量のね質問があって多分100問とかじゃない、うん、イメージなんかいっぱいあったのでそれで細かく結構正確に やら,れやられるというかその診断されるらしいので、うんえー、それを今回やってみようっていうのでやってみました、はい、事前にはいやりましたやりましたじゃあちょっとそれをね紐解いていこうかと思いますはい、えー、このタイプが 16? うん16タイプに分かれるって言ってなんかそれぞれの特徴を踏まえてそのアルファベット4文字で「何がった?」みたいな。 16タイプね分かれていくっていうのがあって、うん、それぞれ今僕はたくまさんたくまさんは僕の山、ええ、さんの結果を知ってるって,ってますでうで本人は知らない怖いですよ、はい、すごく怖い状態ですよ今怖いですじゃあ今回はこれをね紐解いてこうという感じで、はいえー、じゃ山さんの方から何型かを、うん、何型かと どんな特徴かを、うんえー、ご説明したいいと思います<い>山さんは ESFP エンターーテイナー型でございまして<ー>、えー、特徴としては社交的で明るい、うん、今を楽しんでいてポジティブ、うん、理論より感情を重視、うん、多くの人に愛される常識的で感受、えー、共感性が高い気配<ー>りがしっかりできる。 いいことしか書いてないね。えーっていうので,、えーっとですね、今を必死に生きている典型的なタイプです。うん、一人で家にこもっているよりも、人と一緒に活動している方が好きで、常に遊びのことを考えているようです。うん、人との出会いにも積極的で、五感を使った楽しみ、例えば食事や旅、音楽鑑賞やファッションなど、さまざまな体験を重要視します。人生なんとかなるという感じで、後先何も考えずに行動するところがあり。 周囲に迷惑をかけることもあります。しかし、<laughs> はい、コミュニケーション能力が高く、ね、すごいよね、えー。みんなに愛されるキャラなので許されやすいといったところがあります。人の気持ちに敏感なので気配りができ、人のい痛みが自分の痛みのように感じる優しさを持っています。素晴らしいね。自由に伸び伸びしているのですが、常識的で人間関係を円滑にすることが得意です。対人問題をうまく解決し、弱たり上手と言えるタイプでもあります。 とにかく楽しいことが大好きで楽しむことばかり考えているえっとエンターテイナー方ですが楽しむことに少し無理をしすぎることもあり投げやりになってしまうことがあります。これ言ってたやつじゃない興味持ってガーってやってみるんだけどダメだっつって。共感性の高いエンターテイナー方は落ち込んでも一声褒めの言葉をもらえばすぐに復活するように人ととも人とともに生きている感じがあります。 えー、現実逃避するような悪い癖をつけやすいのでその点は注意する必要があるでしょう <laughs> これがリャマさんのエンターテイナー型という感じですねなるほどねいやどう,ねどうですか拓真さん待、うん、ってるんじゃないですか <laughs>、うんえー、かなりリャマさんのことを書いてるなっていうそうだねなんか言われて俺も、えーえー、あそうだねっていう感じがするし、うん、最後の最後でうわっ そこをついてくるか落ち込んでっても一声褒めの言葉をもらえばすぐ復活できるとかねそうなのよちょろいのさ俺<で>やりがたいよねそれをやってもらえる世渡り上手さもあるからなんかリヤマさんのこと書いてあるなあーすげえなって思ったよ、うんえー、これがリヤマさんエンターテイナーの特徴でございますなるほど、えー、続きまして拓真さんの特徴はい診断結果ですね、はい たくまさんのタイプは INFP 介者型でございます仲介者 INFP 型のように NF 型はまあその間にね今 NF って入っている、うん、i <P>、はい、n の NF 型は人間関係に関して強い意味合いを持っていますが、うん、INFP 型は共感性が高く平和主義な傾向があります。うん 他人の痛みがわかる心の優しさを持っており世界平和平和や平等社会のような社会問題にも関心を持ち取り組む傾向があります。うん、INFP 型はそんな優しい側面から深い人間関係には恵まれているでしょう。うんえー、論より直感を重要視するタイプなので物事の本質を見抜くのは早いですが。 理想と現実のギャップに苦しむことも多いですが <laughs> そんな妄想も INFP 型にとって楽しいのですま<あ>、ね、<laughs> 型にはまらない考え方をして物事の本質を見抜くのでクリエイティブを要求するようなシーンで活躍します、うん、し現実に関心を持つことが多く哲学や絵画音楽など自分の思いや感じている概念を形にすることが得意で生きがいに感じています <laughs> ただし直感に頼りすぎて 論理が間に合わず地に足がつかないことも多いでしょうはい INFP 型は自分の価値観を共有できないような人を好まず<ー>狭く深くの人間関係になりがちです <laughs> これは強い自身の哲学や価値観に基づくものですがそんな哲学や価値観が誰にでも分かってもらえないことを知っているからこそ理解のある少数の理解者とだけ付き合いをしようとします笑,<笑> えー、机の上が散らかっているようなタイプで整理整頓は苦手ですが物事を計画的に進めようとしたりすることがありますしかし物事を建設的に進めるのは得意ではないのでやる気を喪失したりします悪 <laughs> タ,タスクというより一つの仕事に集中するタイプです <laughs>、えー、INFP 型の人は他の人にはない独特な世界観が広がっているので彼ら彼女らの作る世界観は人々を魅了します少し不器用な INFP 型のタイプの人ですが <laughs> 彼らなしでは世界は彩りがなくなりそうですね。と。<laughs> ど,うどうですか。<laughs> <laughs> 彩ってます。<laughs> ね、彩ってますよ。彩ってますか、皆さん。ね。もう。要所要所さしてくるね。ね。いやっさ、この。今ね。うん、この I. N. F. P. 型の。仲介。者。仲介者。仲介者型方。 これをポッてグーグルの検索窓に入れると次の検索ワードあつらいとか変わってるとすごい書いてあるそうあうそ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 うなのよ えー、なんかねなんかお互いところどころ自分でもなんていうの、うん、自覚してる部分をザンってやられてる感じがするよね。ね。いや知ってる知ってる知ってる、えー。えー。ーでも面白いね全然違うんだよ俺たち。そう全く違うね。えー、ちなみに、うん、職人気質としてのエンターテイナー方は、うん あ違うエンターテイナー型、職人気質としての方に属しています。衝動的で計画性はないが、柔軟性があるという気質になっています。目的があるから行動するのではなく、行動をしたいから行動するといったように、自分がやりたいからやるという思考をしています。うん、やると決めたことには、熱中して打ち込むような性格特性があります。ただし、ただし今を生きるタイプですので、貯蓄などすることはなく、とにかく今を生きます。 えー、精神的にも肉体的にもタフである側面があります、えー、他の気質の人々は目的を理由,理由としてさまざまな問題を耐える傾向がありますがこの気質の人たちは目的意識は低く薄くややりたいいいからやっているという理由ででタフです問題が起こったり挫折してもあまり落ち込まないという特徴がありますいい意味でも悪い意味でもマイペースと言えるでしょう えー、自由奔放なこのタイプは束縛やルール契約など自分の行動を制限することがとても苦手ですそういった自由に、えー、身動きが取れないシーンでは気がめいってしまったり刺激を求めて突破突飛な行動を取ったりしてしまうことがありますとはい、はい、します <laughs> <laughs> ギュッそうですギュッギてされたらバーンあも,うも,うもう大っ嫌い <laughs> <laughs> 本当にやめてほしい俺がやりたいと思った時にやらせてくれないなんてもう <laughs> 勘弁しててくれって感じだからなんだろうねこの目的意識は薄くっていう部分ででもそういう意味でタフっていうのもね、うん、逆に数字がすごいついてこないからえでも今やりたいしいっかなっていう時がある、うん、っていうのもあるんだろうね。そうだから割とね自分の中で勝手にモチベーションがあるから、うん、自分の中でしかモチベーションの変化ってしないからさ。 自分が上がれば上がるし下がればもうやめちゃえって投げ出すっていう感じなんだろうなそうそうだ、ね、理解されないのかもしれない他のタイプの人から見たら、ね、なるほどねなんでみたいな <laughs> だから自分が上がれば周りが周りというか、うん、例えば、えー、数字がついてこなくても、うん、今やりたいからやってんだよっていう強さもあるしそうだねでも逆にめっちゃ上がってんのにもういっかんーってなったらもうや や、ね、めちゃうやめちゃう全然やめちゃうなんでって言われることあるだからなんで今やめちゃうのみたいなそれが多分ももうギューッパーンなんじゃないかもういいかなーって思ってみたいな,みたいなギュッギュッパンギュッパン鳴山さん、うん、ギュッパンなんですギュッパンムスクムスク <laughs> 忘れた声にやめるフフフフフフ ちなみにこのエンターテイナー型は世界中で10%から11%と言われておりやや多い傾向があるそうですねうんちなみにたく,のたくまさんの、はい、INFP 型は日本には56%ぐらいいるんだってへえ<ー>けど16種類の中では世界的には一番少ないんだってえ少ないので日本人には56%で比較的世界と比べ他のの、ね、国に比べれば日本はまだ多い方だけど全族 16属性の中では一番少ない,い少ないんだはあ彩ってますよ全人口の4%らしいですへえ<ー>まあこんな人がいっぱいいたらちょっとよくわかんなくなっちゃうからねまあねあ,ありがたいねいなくて <laughs> じゃないとね彩りだらけになっちゃうからそうそうぐっちゃぐちゃになるから <laughs> な,るなるからピカソ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 そうだねどうも人類の差し色です <laughs> <laughs> ちなみにこの INFP 型と予想されるあの有名人の方ジョン・レノンシェイクスピアマジンじゃないジョニー・デップジョニーでゴッホゴッホひまわり書いちゃう伸び伸びたスナフキンなどが予想されております正確にね信頼したわけじゃないんであれなんですけど健康的にはこの人たちリョモさんはね えー、ウィル・スミスお<い>ジャスティン・ビーバーお<い>ビヨンセおおハワード・シュルツ分<お>かんないでしょスターバックスの社長です、ね、知ってるんだなえー、ハワード・シュルツ俺の元上司がハワード・シュルツだったの違うよ <laughs> <laughs> あのー、ス,スターバックスの偉い人だったからあじゃあほぼハワード・シュルツじゃん うん、社長室いたって言ったでしょえっ、ー、ハワード・シュルツじゃん <laughs> <laughs> バスキン・ロビンスみたいじゃん <laughs> <laughs> そうだからねすごい聞いてたからそれだけを知ってええうあだ,だ,だ,だったちゃと今あとねアニメで言うと「孫悟空」あ<ー>「ハンター×ハンター」「ゴーン」<ー>「ハンター×ハンター」「レオリオ」「しずかちゃん」確かに,確かにじ自分がやりたいと思ったらやるタイプだねアニメのタイプ人たちもそうだね 自分がやりたいと思ってやるってことはさ、静香ちゃんが、キャーのび太さんのエッチとは言いつつも、ってこといや、じゃそれを言ってる私っていうのがいいねああ<ー>それを、それを言いたい。わかる私の体見てでも恥ずかしいから見ないでと言っている私最高。うん。エロスの女やん、静香。 そうだよもうベッドでは静かじゃないんだろうね <laughs> うわあもうちょめちょめですよもう <laughs> ちょめちょめなんてさ <laughs> 俺たちの世代でもないから <laughs> 俺たちよりもっと前の世代よちょめちょめはちょ <laughs> めちょめですよえー、ちなみに、うん、エンターテイナー型の適職おすすめの仕事<う>人と接することが多い仕事営業だったり広報だったりうんうんうん えー、あと保育士教師。うーん、なるほど、ね。共感性を求められる仕事。アクティブな仕事として、フィットネストレーナーとかスポーツトレーナー、動物科学者、<ー>動物学者、うん、あと、直接人の役、えー、に立ってることが分かる仕事。映画プロデューサー、俳優音楽家、ダンサー、コメディアン、営業、<ら>マッサージ師、生態師。まあ、だから直接やってて分かるものね。うん、でも、ここに意味の分からないものが1個だけあるわ。 <ん>栄養士獣医などって書いてあるんだけどその中に石ってあるんだけど、うん、<laughs> え <laughs> ス,トストーン石山 <laughs> さん石に向いてるそうですそうかだからぜひ<っ>あのおじゃる丸のさ <laughs> <え> <laughs> あの子みたいあの子に集められればいいんじゃない <laughs> 綺麗な石だおお<ー> <laughs> なるほどね どそれかあのえっ、ー、と「サンズの川」の横で積み立てられてるかもしれない <laughs> <laughs> でもあとちょっとってとこでバシャーンってされちゃたくまさんの方だね、うん、INFP 型の適職、うん、えっと一人で没頭するタイプの独創性を生かせるクリエイティブな職種、うん、音楽家イラストレーター画家役者 まあ俳優、あとあとは物事のあとは物事の本質を見抜くのを生かすような職種、うん、だ哲学者とか、うん、大学教授、えー、まあ自分の研究室するからね大学ああそうかそうかそれを教えるみたいな感じだもね、うん、そう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 あとは通訳とか、えー、あの。 なんかちょろっと読んだんですけど、うん、この後に出てくるかもしれないんだけどね文章に、うん、あの第二言語中には第三言語まで習得するのが得意っていう傾向があるらしい<ー>やったことはないからわかんないけどねちゃ,んちゃんと習得しようみたいなでも,でもないけどほらやっぱね波に英語で日曜会話できるじゃないですかほんと波よ <laughs>、うん、身振り手振りプラスアルファだけど でもそれでね会話ができるっていうことはもうね日常会話レベルはあるわけだから俺のことを知らない人が聞いたらあこの人バイリンガルなんだって思われそうだけど、うん、そういうことじゃないからねうん本当にあのマクドナルドとか海外で言ったら This one!This o n e ン。<laughs> ンそ m そんな感じいやでも それは伝わってれば、OK、もうもうもう伝え方が分かるみたいなこう言えば分かるだろうっていうぐらい、うん、だらそれが物事の本質です、えー、文法をよく文法を綺麗に喋ることが正解じゃないか全然正解じゃないです言葉って伝わればいいわけでしょおちんちんって言ったらあそこねってなるしね、うん、おちんちんはここですって言わなくてもおちんちんって言ったら分かるのね分かるでしょそういうことです物事の本質です物事の本質はおちんちんにありなし

あなたは。こうちゅ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 することを誓いますか。<laughs> はい、親の前と親族の前でキスけ <laughs> 言い方。言い方よ。ディープキス。<laughs> やめなさいよ。<パン> <laughs> ディープキス。<laughs> 本閉じて、本投げて、ディープキス。 めくってめくってめくって <laughs> <や>虫たちが口づけせよと林とこんなんだから結婚できねえんだよ <laughs> うるせえよお互い様だろ <laughs> <laughs> そうだよじゃあそんな結婚の話が出ましたよはい恋愛の歯をいきましょうかみんなが聞きたいんでしょここがうんここ聞いてうん 校内行こうかーー行きますかもう20分経ってるから、うん、でもその後ちょっと気になるものもありますよどううする余白だけで言ういや乗せてあげるちゃんと乗せてあげましょうえエンターテイナー型の恋愛積極的でコミュニケーションを取ることが好きです、まあ、さっきも言ってたよね、うん、人間関係とか比較的人との距離は、えー、人との距離感は近い恋愛を望むでしょう 共感性が高く、礼儀正しく、優しいところもあるでしょう。うん、恋人関係を構築するのはうまいです。その一方で。感情で恋愛する傾向があり。感情が落ち込むと、パートナーとの関係も悪化していく傾向があるでしょう。どうですか。そこまでは僕知らないですよ。山田さんの恋愛なんて注文は。天井を見ています。ああ<ー>。<laughs> なるほど。なるほどと言っていきましょう。<laughs> うーん 口づけせよって話しててそこまでいけてればよかったんだよね俺がやってあげるから神父の格好してオーラー親族のマーダーショウミキスいやだなその神父ショウミキスかっこいいなちょっとかっこいいまあそんなこと言ってるたくまさんの INFP 型の恋愛です仲介,介者型の恋愛,の恋愛、えー、自身の生活スタイルや価値観がパートナーと付き合いをする際に適しているかかなり気にして観察します <laughs> <laughs> 相手が適していると感じた場合には強い共感性を持ち聞かれます内向的な傾向があるので自分から告白するのは苦手で愛情表現も苦手なシャイな側面があります <laughs> 感情のコントロールが得意な傾向があり書き引き上手なのも特徴でしょうああそんな INFP 型は恋愛対象になると完璧な人に見えてしまいつかみどころがないと感じてしまうかもしれません俺が完璧ってことにしなきゃいけないかなって思って立ちふるまうからそういうふうに見られちゃうあーなるほど賞味期です <laughs> 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 すごいよどうですかたく馬さんあまあ キスの通りですよね多少拓磨さんの遍歴は知ってるからあれだけどそうだと思うええ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 どうでしょうえあれ俺何型だっけ ?INFP 型ですああじゃあ相性とか関係ないっすなないっすね 書いてないんで大丈夫です<い>普通です <laughs> 普通です普通です色、えー、りとよあたり上手でやっているヘンタビですよろしくお願いしますよろしくお願いしますヘンタビ通信のお時間でございます <laughs> それでもあなたは我々を押しますか AC ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わらないようで,すうですご承諾くださいヘンタビ <laughs> 前回のヘンタビ えー、この阿波選手はアップロードされた大変旅のゲーム実況の裏話や思い出を語りますさあ,あ今回、えー「ビビリの相方にドッキリでホラーゲスターと伝えてみたシャープチバイオハザード RE4 でございますついに始まりましたええー、2週にわたりこれを言いますか <laughs> 始まったねバイオハザードはい、うん、あのね盛山さんはね <laughs> もうずーっとそこ感づいてたというかどうせ来るだろうで、うん、待ってたらしいっす いもともとその発売日にはちょっと間に合わないかもしれないねっていう話をしてて、うん、でもこの人そんなに遅くするとは思えないんだよなって思ってて向こう1週間は気をつけとこうって思ったらまんまとその矢先ですよね、うん、3日後4日後ぐらいだよね収録、うん、者の確かにそうです,うです、うん、まんまとだよこいつええ <laughs> もう最初動画ね見ていただいたあの入りそのまんまあにその前,あの前もそんなにだってそんな喋ってなかったその前もうん普通の雑談をやってって、うん、雑談しててで最終的に玲山さんにバイオハザードの話フリー、うん、興味があるって言ったからよし来た閉めたもんだであの話になったそうでも玲山さんはもう察しがいいですからもう はい、3回目はんねやるでしょもう今日なんでしょ、えー、みたいな感じです。なりましで、まあ、始まりましたよ、バイハザード。でも、うん、今までとちょっと違うもんね。違うんだよ。向いてる向いてる、俺たち。全然できちゃう。向けに向けてるよ。ムキ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 。<laughs> <laughs> ムキムキだよ。ムキムキで。ええー、え、クリニックに行ったよ。<laughs> だよ <laughs> ジャンプの裏拍子やめろよ <laughs> その後にお金のね札束風呂でこうだよ <laughs> 女 <laughs> 女性2人をねこうかたくんでつっぱだかで札束風呂にズボンで大概ですよ <laughs> <laughs> もう全部裏拍子の話なんですよ <laughs> 違う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 でも全バイオの話ねもう全然ね今んところは 怖いいがないねそうだねあまりにもいやなんかちょっと何エイトに近い感覚かなって俺は思ってて、うん、まあアクション寄りかなっていうそれこそさもともとのねそのバイオハザードとかってやれることが制限されまくってたから遠くから撃つとか逃げるとか。 いっぱいあった中で、うん、今回はアクションがいろいろできるんだよねスニークだったりスニークってなんか敵に近、えー、気づかれないように近づいて何かするとかいろ、うん、んな、えー、選択肢があるんだよねそうだね一つの敵に対して、うん、っていうのでうん大丈夫かなって今んとこ思ってるわけですよ、うん、今んとこねうん今んとこうん大丈,、まあ、大丈夫かなー さっきも僕言いましたけどえいとくさいなって思ってるのが、うん、これでアクションアクションアクションでアクションだねーってなったところにガンってくるっていううんそしたら怒るうん多分俺たちまた怒ると思う,うん、まあその時は暴言を吐くよついに吐くようんそれは許してね <laughs> そんなバイオハザードシリーズが <laughs> 始まっておりますので、はい、ちなみに今日の公開収録の前このラジオの収録前に1本撮りまして撮りましたねえー、面白いですどうもうなんか頭の中ではそのやった内容よりもやった後にどういう編集するかになってるから俺、うん、面白いですだって決まっちゃったもんねええ決まっちゃったもん決まっちゃったうん。 高校期待高校期待ですはい楽しんでくださいバイオハザードシリーズをはいよろしくお願いします,しします賞味クエスト収録時間四十分超えようとしてるんで。よ変態だね金貸しならないのエロ貸し違うんだってお前ら分かってねえな <laughs> マジでご紹介ください変態さあもう時間過ぎてます はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております投稿方法はアンカーのサイト2人のツイッターに投稿フォームが掲載されておりますのでお気軽に投稿してくださいまたエンタビー通信スピンオフ企画であるソロラジオも当チャンネルにて更新中次回は「たくまの各種ノーダイやり」を更新予定 さらにさらにヘントビグッズが発売中でございますアンカーのサイトや二人のツイッター y o u t u b e チャンネルの概要に URL 掲載しておりますのでぜひチェックしてみてくださいそれでは次の動画配信ポッドキャストでお会いいたしましょうお会いはたくまでございまし,しょーミースー山でございまし,しょーミースまた来週い、うん、た来週やっかーん、yeah, DJ コーポンポンポンうーん どうです面白かったハハハハハハ